そう、昨日ね、そう、お仕事終わりにミオハウスに行ってきたんですよ。ほんと数ヶ月ぶりのミオハウスだった。で、しかもミオのご飯を食べて帰るという、そう、ミオニウムを一足先に摂取させていただきまして、ミオファンには大変申し訳なく思ってるんですけども、ミオニウムを摂取してきました。そう、ミオのね、手作り麻婆豆腐を食べたんですよ。しかもちょっと辛めに作ってくれてるあたり、もう本当に最悪最安の方ちょっと辛いかもって言ったけど、いや、もう白髪にとっては全然辛くなかったぜ。このほんのりピリ辛がちょうどいいんだけど、ミオはこれで辛いんだね、うんうんって思いながらそれで本当に久しぶりにミオと話したから、もういろいろお話がはかどって、入院生活どうだったとかもいろいろ聞いてたんですよね。もうさ、ミオがさ、病気だって言うからさ、もう白髪さんもどうしていいか分かんなくてさ、あんまりこうミオに連絡取る時も大丈夫ってより、コラボいつしようみたいな話しかほとんどしてなかったりとか、あとね、グランピングも行けるとかね、そういう話しかしてないので、昨日初めてその病院の生活のお話とかをそう聞いて、もうなんか触れづらかった、病気に。そう、病気に対してあまりにも触れづらくて、先の話ばっかりしました。脱出ゲームいけるとかね、そう。でも本当に、前に、そのミオのマネちゃんがお見舞いに行った時、なんかそのゲマズのちょゲーマーズにこう参加するかしないかの報告をねしに、ミオのマネちゃんがお見舞いに行ってたんですよ。白髪はもうちょっとお見舞いに全然行けなくて、なんか行くのもあれかなと思って、お見舞いとかには行ってないんですけども。その時に、そのミオのマネちゃんから、なんかミオさんがもうだいぶ、そう、しおしおな狼でしたって聞いてた分、昨日会った時はいつも通りのミオに戻ってたので、元気になっててよかったでしょう。で、昨日ちょっと遅くまで一緒にボドゲして遊んで帰ってきました。あとはね、ミオといろいろやりたいことがいっぱい溜まってたので、それの相談とか、1期生のね、周年ライブにやったし、ゲマズももしかしてそういうのあるのかなみたいな話とかをして、そうなったらゲマズで何やるみたいな話とか、いろいろにお仕事話とかしてきました。多分ね、あの調子だとそろそろ復帰しそうな感じはしますけども、でもね、やっぱりこう完全にできる状態になって復帰してほしいのでなあまりいつ復帰するのとかは聞けなかったんだけども、白髪の見た感じはもうそろそろなのではないかなと思いたい。やさせー、こちらのレジどうぞ。27番ください、ペンカー。